エッフェル塔でですね、なんかこんなとんがりポーズみたいなのを3人で写真撮影してたりとか。自民党絶対もうあんな悪いことしたら絶対ダメだから。だから今江理子が今江理子勝ったさんんがだ。政務官になったのは間違い自民党の女性局の、まあ、国会議員4名を含むですね、38人ですかね、視察団がフランスのパリ及びその周辺をですね、視察旅行に行って、まあ、その様子をですね、なんかエッフェル塔でですね、なんかこんなとんがりポーズみたいなのを3人で写真撮影してたりとか、女性議員のですね、お殿様視察旅行なんじゃねえかと。ろくに何も視察せずにですね、国際交流もろくにせずにですね、ただ遊んでただけなんじゃねえかと、そこに国民の税金が突っ込まれてんじゃねえかみたいな話で大炎上してる、今井絵理子議員がですね、投稿してたりとか、まあその後 SNS で反論をしてたりとかして、さらにまた炎上に火を注ぐような状況になっておりますが、元スピードのですね、タレント議員ということで、バカな女性議員がですね、まあ、結局やっとることはですね、年寄りのじいさんたちのお大臣旅行と一緒なんじゃねえかみたいなことで、さらに炎上に火を注ぐような結果になっており、非常に皮肉な状況になっております。国民の税金かどうかは別として、とりあえずですね、政党助成金、党費を使ってるってことは、まあイコール政党助成金なんで、まあそれは元はといえば国民の税金であるっていう、まあ論理も成り立つと思いますし、まあそもそも使途はですね、各党にですね、任されてるということに何に使おうが、それは構わねえんじゃねえのとか、差額は私費なんですかね、賄ってるので別にいいんじゃねえかみたいな話と、まあ国際交流とか国際視察っていうのは別に悪いことじゃねえよってこと、まあいろんなことがですね、渦巻いてると。中にはですね、その分かりやすい形で、まあレポートを出すとか、その成果を国民に示せなんて話がありますが、まあ視察したばっかりで社会科見学の感想文みたいな、そういうものを書くのは別にできると思いますけど、それは別に重要なことではなくて、今後のその外交だったりとか、その少子化対策、フランスがおそらく少子化対策でその先行してる、うまくいってるというところを視察しようという目的で行ってるわけで、まあそんなん別にリモートでいいじゃねえかよとか、ネットで調べりゃいいじゃねえかよとか、そういう意見もあると思いますけど、まあ僕は最近食のビジネスをたくさん手掛けていて、まあ海外よく行ったりとか、してますけれども、やっぱり行くのと、その机上で勉強するのでは、まあ全然違いますね。僕の場合は、メルマガの近況報告っていう形で、必ずそういったとこ行った時っていうのは、レポートとして、まあ自分の頭の中に情報整理してインプットするっていう意味でもですね、そういったものをアウトプット毎回毎回してるんで、38人ですか、議員さんもそれはやった方がいいと思うし、そんな大人数で行く必要ねえんじゃねえかっていう、まあお話もありましたけれども、まあ僕は行くこと自体はですね、非常に、まあポジティブだし、そういった人たちと会うこと、外国人の人、普段ね、触れ合わないような人たちと触れ合うこと自体が、それはそれで一つの大きな成果だと思いますので、行くこと自体は全然僕は否定はしないし、僕みたいに毎日毎日こうアウトプットをしてる人たちじゃない人たちがですね、いきなりアウトプットをしろって言われても、あれだし、国民全員がというか多くがですね、納得するようなレポートをですね、すぐに出せっていうのも、僕は変な話だと思うし、国政とか、まあ、政治活動の中でそういったものをアウトプットしていけばいいと思うし、あんなフランスまで行ったのに全然ダメじゃねえか、この議員って言ったら次、選挙で落とせばいいわけだし、そこまで僕は文句言う話なんじゃないかなと思ったんですけど、なんか国民感情に配慮しろとかですね、また貧乏くさいこと言ってるわけですよ。それはね、みんな貧しくなってると。そういう中でなんでお前外遊かよみたいな、フランスかよみたいな、もうなんかもうね、単なる嫉妬なんで、これ。別に嫉妬するなとは言わないですけど、まあ黙って文句言ってりゃいいんじゃねえの、次の選挙で落とせばいいんじゃねえの、SNS でいちいち写真晒して、このバカ女性議員がとかですね、そういったことを言うのは、それはそれで俺ちょっと違う話かなっていうふうには思います。だからそれによって、まあ議員の活動がなんか萎縮するみたいな話にもなりかねないし、僕はそれよりも何よりも、こんなことぐらいで批判されて炎上されて吊るし上げられるのかって思って、やっぱり議員なんかなりたくねえなって思った人すごい多いと思うんですよ。で、特にね、若い女性とかで頑張って政治活動やろうかって思ってる人たちが、こんなことで吊るし上げられるんだったら、
議員になったら SNS で個人的にハワイ旅行とか行くだけでも書かれんのかなとか思っちゃうじゃん。ママタレントみたいな人がさ、なんか子供の弁当をこう SNS にアップしたら、なんか茶色ばっかで栄養バランスが悪いとか彩りがクソとかさ、そういうことなんか投稿するバカいるじゃないですか。毎日手作りで冷凍食品使うなとか言ってるバカもいますけど、そんなお前毎日毎日弁当作ってるあれっかよ、そんな。そうやってみんなでこう窮屈な社会を作っていく、そういう一端になってるんじゃないかなって僕は思ったんですよね。どっちにしろこの政党奨励金って政党に配られて、あれ最終的に政党支部とかに行って、その地元の交流とかに使われてるんですよ、結局。なんか冠婚葬祭で結婚式にご祝儀持っていくとかあるじゃないですか。ああいうのをもう、要は地元の選挙活動の対策費で、要は党本部から幹事長とかの采配で、各その政党支部に分配されてる、まあ寄付という形で分配をされて、それが最終的にその政治活動費で、地元にそうやって、お金を落としていくみたいなことに使われてるわけですから、まあ、僕は別にそれがフランスの視察旅行に使われても全然僕は問題ないと思うし、問題ないっていうか、どうせもうお金としては自民党行っちゃってるわけだから、その後の市党ですね、僕たちがやいのやいの言ったところでしょうがねえのかなっていうふうには僕はちょっと思いますね。直接的なこう税金の使われ方ってはないのでね、もうすでに分配されちゃってるお金ですから、それをその使い道、先の使い道をですね、どこ行ったところでしょうがないのかなと思います。それが嫌なんだったら政党助成金やめればいい話なんで。で、政党助成金だけじゃなくて、当然企業献金、個人献金も含まれてますんで、すべてがすべて国民の税金っていうわけでもない。今恵理子さんが政務官になったのも間違いなくうちのせいですからね。今恵理子さんってスリーボードでしょ。なんでなんで。いや、だから子の旦那さんってあれですか、橋本健って言って神戸市議会議員で、はい、悪いことして捕ま執行猶予になって、なるほどなるほど。で、歯医者さんが運営できないんですよ。で、大赤字で、まあ、いわゆる借金抱えてて、うん、うちの党に来たら毎月200万円出せるんですよ、政党助成金。なるほど、なるほど。スルーで。で、週刊新潮にもう借金苦しいって書いてたんで、うん、で、うちの党来ませんかってオファーしたら3日後に政務官なんですよ。いやいや、俺も絶対間違いないですよ。今、恵理子さんがね、うん、うちの党だったら、ご主人が政治家に復活する面もあるし、自民党絶対もうあんな悪いことしたら絶対ダメだから。だから今江里子、今江里子さんが政務官になったら間違いなく僕が今江里子さんにうちの党に来ませんかって言って、いやいや、ほら俺なんでそれをすごい今江里子がその政務官になった話をすげえ知ってるかって、知ってるかってなんか気になってるかっていうと、はい、IT とか宇宙担当なんですよ。ああ、そうです。大学のね、なんか7、8個ぐらいついてて、はい、でほら大臣があれじゃないですか、はい、大臣もちょっとほら IT でハンコ議連の議長の人じゃないですか。大臣ちょっとね、名前忘れちゃったんだけど、当選なんか7回か8回くらいやってる。副大臣は僕がもう前から仲良くしてる平さんっていう。あ、平さんね、平さんはもう大田区のめちゃくちゃ優秀な人なんですけど、優秀な人ね。あ、彼が副大臣になったんで、はい、あれはこれは大臣のお飾りで、うん、副大臣が実質的にやって、うん、で、下もあれだし、みたいな、下っていうかまあ、政務官も。今エリコ、今エリコでしょ。びっくり。いやいや、だってまだ3年ですからね。参議院になって3年で、やったことはこれだけでしょ。さすがに。いや、なのに政務官になってるのはもう間違いなくうちが引き継ぎ、吹き抜けに行ったんです。いや、もうだって三島エリコさんのね、うん、同じ事務所で、あの人もだからまだ芸能事務所に入ってるんですよ。なるほど。で、いろいろとまあうちも動いたら、もうそれ今井さんとしたら2000万円もらえるわ。旦那はまた政治の世界に復活できる可能性が高くなるわ。美味しいことしかないわけですよ。なるほど、なるほど。ところが、いや、そんなんもう N 国に持っていかれたらたまらんと。自民党の悪口言い出すじゃないですか、今 N 子さんがうち来たら。ありえないですよ、3年しかやってないアイドルに政務官なんて。あれは僕間違いないと思ってます。うちが、引っ張ろうとしたからです。なるほどね。うちが引っ張ろうとして3日後でしたもん、あれ。例えば自民党で当選してる衆議院議員って、なんであんな悪いことするかわかります？このハゲとか言ってるじゃないですか。はい、運転手蹴飛ばしたりとか。はい、あれ、あの人だけじゃないですよ。みんなやってるっていうか、多くの人がやってるわけですよ。あ、そうなんですか。なんで、石井なんとかさんもやったでしょ。新潟の人も同じように一生蹴飛ばしてたでしょ。信号、はゆけとか、上野さんっていう人もやってたから、今、豊田真由子さんのようなことをした人が今すでに二人いるわけですよ。はい、で、なぜかっていうと、まあ、元自民党の議員からも連絡来るんですけど、とにかくもうしんどいと。もう金は半分ぐらい持っていかれるし、地元でのその、
いわゆる党員の募集を作る、党員を作ってこいと。で、他の地域で選挙があると必ず応援に行けって言われて、で、家族ごと借り出されると。みんなもう過労死になる。過労死状態に家族ごとになってしまって、自民党議員なんてしてられないっていう人がいっぱいいるわけですよ。だってお金回ってこないですもん。党が全部がめてしまうから。その党ががめてしまったお金はどこに行くんですか？いや、だから党の真ん中の人が取るわけでしょ。党の職員いっぱいいるし。うん、もちろん自民党とかいっぱいあちこちに安倍さんのポスト貼ってるんです、全国中。はい。ああいうお金も党の本部が出すわけですから。なぜじゃあ政治家するのかって言ったら、お金ないからやるんですよ。年収3000万円はやっぱ美味しいと思うから無理するわけでしょ。でも3000万以上もらってる人が逆に降りてこないじゃないですか。堀江さんみたいな人は。もうそんな政治家なんか3000万なんかやってられるでしょ。いや、僕だから3000万とかは別にどうでもよくて。どうでもいいでしょ。総理大臣になれると思って。うん、でも今やれって言っても嫌でしょ。いや、嫌です。でも世の中の人って多くの人が年収3000万多いんですよ。はい。だから無理して背伸びしてやるわけです。なるほどね。でも実際は大変ですよね。経費それ以上かかるんです。ああ、そうですよね。で、衆議院なんかいつ解散あるか分かんないからね。だから参議院の方が美味しいっちゃ美味しいですよね。そういう人、ね、3000万円の目当てに行くとしたらね。国民国家ってのは皆さんご存知の通り、フランスで200年ちょっと前に生まれました。それは王様とか貴族を追い出して革命を起こして、それは市民たちのものなんだっていうふうにしたのが始まりです。そうした時にフランスがどうなったかって、フランス革命後のフランスって周りの国から攻め込まれようとしてました。なぜなら国とか貴族が雇っていた傭兵たち、雇われた兵と書いて傭兵ですね、の人たちがいなくなったからです。それは雇い主が追放されたんで、当然そいつらもお金もらえないんでいなくなるわけじゃないですか。そしたら誰も守らなくなっちゃったんで、攻めてきやすくなったわけですよね。隣の国、ドイツになるプロイセンだったりとか、イングランドであったりスペインが攻めてこようとしました。これはやばい、守らなきゃ。自分たちの要は王様とか貴族から奪い取った自分たちの土地を農民たちは守らなきゃってなって、施設の軍隊を作ったわけです。これが実は近代国家の軍隊です。徴兵制っていうのはそこから生まれます。お前たち国を守るために志願しろって言って志願させたのが今の軍隊、近代的な国家の軍隊の始まりですね。で、そしたら意外と強かったんです。素人に武器持たせたってちゃんとできねえだろうと思うじゃないですか。だけど彼らは自分の土地と家族を守るために死に物狂いなんで、文字通り。本気で戦うんです。本気で敵国の軍隊を潰しにかかるんですよ。本気で殺すんですよ。当たり前だろうと思うかもしれないですけど、実は傭兵たちの間ではそれは当たり前ではなかったんです。彼らは実はプロレスをしてたんです。プロレスとか見たらみんなすごいなんか豪快な技でバックドロップとかやったりするじゃないですか。でもあれはショーなんです。怪我しないぐらいの形で大げさに痛がったりとかするんですよ。封建制時代の軍隊というのはプロ同士だったんで、プロは本気でやっちゃダメなんです。だって死んじゃうから。自分たちの仕事は本気っぽいふりをしながら戦をすることですからね。もちろん本気で戦ってる奴もいると思うけど、大半の人たちは怪我をしない程度に戦ってるふりをしてた。それが本気で戦う人たちが出てきたんですよ。封建制になって本気で戦わない人たちばっかりになったのが、本気で戦い始めたんです。そしたら強かったんですよ。それでみんな慌てて、プロイセンもイングランドもスペインも、やべえやべえってなって、素人から徴兵を始めたんです。そのために民主主義国家、立憲君主制っていう仕組みを編み出しました。共和制になったら王様いらないじゃん。追放されちゃうじゃん。やばいやばいっつって、いいとこ取りをしたわけです。うちの国はイングランドは皆様のものですと。皆さんの国なんです。だから一緒に守りましょうみたいなことを植え付けたんです。そのためにね、国旗を作って、国家を作って、憲法を作って、とにかくあなたたちは僕たちの国の国民なんだ。一緒に頑張って守ろうとかってやったわけですよ。そしたら強くなったんですよ。いわゆる欧米列強って言われてる国々が強くなったのにはそういう歴史があって、それでアジアとかを、中東とかそういったところ、アフリカとかそういったところ、侵略していきました。それは一般市民から徴兵した軍隊の強さの表れなんです。だから日本も明治維新の時にこれは取り込まないとやばいって言って、それまで日本も同じように武士だけが軍隊だったわけですけれども、武士を排除して一般市民を兵隊にしたわけです。そしたらやっぱり強かったわけです。
アジアでナンバーになれたわけですよね。だからそれだけの違いなんです。ただこれはこれまでの日本人は多分日本国の国民であるってアイデンティティなかったと思うんですよ。それを植え付けるために教育が必要なんです。そのためにできたんです。教育機関というのは国民国家の国民というファンタジーを洗脳するためにできてるんです。高齢少子化の原因の一つってこの家族制度にあるんだと思うんですよね。この古臭い一夫一妻制の家族制度、これは太陽の運行に起因してるというふうに言われてるんですけれども、田畑をね守らなきゃいけないんで、田畑っていうのは1年耕作放棄するとですね、次の年ちゃんと作物が育たないんですよね。なので毎年こう耕し続けなきゃいけないし、年を取ったら昔はね自動で動く農機具なんかもなかったんで、全部人間の手でですね耕して作物を植えて刈り取って加工してなんてことをやらなきゃいけなかったんで、重労働で家族総出でやらないと死んでしまうと。しかもですね、年を取ったらそういう労働ができなくなるんで、子供を作って子孫を繁栄させるっていうのがお題目だったわけですよね。つまりそれをやらないと死んじゃうわけですよ。だから一夫一妻制の結婚制度ってのができたわけですよね。たまたま生まれたね長男がなんかモテないくて結婚できないみたいな話になっちゃうと困るじゃないですか。だけど武士の人たちなんか昔から田畑耕してないんで、側室を作って一夫多妻制だったわけですよね。だから通常そのもう太陽の運行から支配されてなくて、その農作物を作らなくていい場合っていうのは一夫一妻制の家族制度って別にいらないんですよ。だから今の現代人っていうのは一夫一妻制の家族制度っていうのは逆に邪魔なんですよ。ただ昔からそうしてるっていうだけで、惰性でみんな一夫一妻制の結婚制度を守ってきてるだけの話であって、その辺ある程度自由恋愛にして社会で子供を育てるみたいな、そんな感じにすると少子化問題も僕は解決されるんじゃないかなっていうふうに思います。だってさ、めんどくさいじゃん。なんかあんまり好きで亡くなったもね旦那とかとずっと一緒にいなきゃいけないのかって思うと嫌だし、家族がかわいそうだ、子供がかわいそうだなんていう話をしたりとかするけど、社会全体で育てる、両親が離婚しても関係ないっていう風な社会の雰囲気になってしまえば、別に離婚したって子供の教育問題とか子供がかわいそうだとかそういう問題もなくなるわけじゃないですか。今は一夫一妻制の結婚制度が全体で前提にあるから、だから皆さんなんか子供が両親が離婚したらかわいそうだなんていう話になっちゃうんだけど、それが当たり前になればですね、ママが好きな、彼氏はなんか、自分のパパとは違うんだみたいなのが当たり前だったら、別に何も恥ずかしいことないし何も嫌なことはないわけじゃないですか。でその辺で、うまいことお金が回るような仕組みをですね考えれば僕はいいと思うんですよね。でその方が僕は精神衛生的にもいいと思うんですよ。だって好きで亡くなった夫婦生活を続けることほど辛いことはないですよ。僕もだって離婚直前とか嫌だったもんね、家帰るの。だから離婚しましたけど、離婚するのもまあお金はある程度ね保証する、養育費を保証するとかそういうお金の面で僕はケアができたんですんなり離婚できましたけど、これお金のケアできなくなったら本当すんなり離婚できないですからね。相手が嫌がったらもうずーっとダラ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 と離婚するための裁判とか調停とか続くんですよ。もう最悪ですよね。そんな好きじゃなくなった人たちっていうのはさっさと別れりゃいいと思いますよ。僕は結婚したい人は勝手に結婚すればいいですけれども、どうしても結婚したいっていう人はあんまり多くないんじゃないかなと思ってるんですよね。